はい、それでは次にお送りいたしますのは今年の武士の御事の名です。俗に申しますと、恵比寿様ですね。皆様には恵比寿様といいますと釣りに鯛を釣っているイメージがあると思いますが、浅間神社の岡村では鯛ならぬおかめを釣り上げて回るわけでございます。大変有意義な内容でございます。それでは参りたいと思います。はい、それでは準備ができ次第、ご覧いただきます。